始まりました、タムタケトーク !YES!いいね、約束守るね。約束守って約束守る、ね、新年はもうだって毎週1回投稿する約束したからね。約束したからね。もうついに上がりましたよ、うん、やったー、はい、いやついに上がりましたよ、やったーってなんだよ普通だろうがやと。昨年度ではありえない頻度昨年度ではありえない頻度で上がってます。昨年度はね、月に1回の時やったから ね、うん、ね。いやでも今回はもう本気だから、うん、本気、今年からもうね、何に対しても本気ということで、うん、まあ、メンバー限定動画にもあげたんですけど、はい、もう僕らね、あの新年あの初詣行きまして、はい、で初詣でおみくじ引いたところ、うん、はい、僕もタケも大吉だったんですよね。だから大吉だから、うん、やっぱもう今年はいい年になると。確かに。でもどうやっていい年にするかっていうと、うん、自分らが行動を起こしていく、それがいい年のつながりになると、うん、真面目ということになります。真面目だ。いやー、ということでね、うん、まあ、今日も楽しいトークを広げていこうということで、はい、まあ、まずはね、こちら乾杯していきましょうかね。おなじみのやつ、レッドブルさんの、レッドエディションでございます。今日はこぼさないようにね。割れてない、大丈夫、前回こぼしてましたからね。はい、じゃあ乾杯していきましょう。開けていきまーす。乾杯。あ、いいね、の音が鳴りまして。いい、じゃあ乾杯。お疲れー。これストロベリー味でございます。あー、これが一番うまい、やっぱり。あー、うまい。これが一番うまいね。なんかね、結構甘さが強いね、これね。ストロベリー&アプリコットフレーバーだって、うん、いやー、うまいですね。うまい、これ。こちら、うまいでござると。さらに今日は、今日は何、実は僕にもえスポンサーがつきました。嘘だ、マジ、はい、嘘つくなよ、マジで。食塩不使用アーモンド。なわけねえだろ。こちら、このアーモンド僕のスポンサーになったんで。なわけねえだろ。よろしくな。ということでね、2023年スタートしましたけど、はい、もう約2週間くらいね、まあ、経ちまして、うん、ねえ、まあ、やっと始まったなーって感じですけれども、はい、だけどなんかさ2023年でなんか面白い出来事とかあったんですか。うわー、聞いてくるか。そういうのちょっと聞いてさ、タケ、うん、の話も聞きたいのよ。しょうがないな。うん、なんかありました。僕ね、うん、立沢良二くんに出会いましたよ。待って、うん、あの立沢くん。あの立沢くん、マジで。あの箱根駅伝6区区間新記録持ってる、うん、立沢良二くんに出会ったんだ。出会った。マジか、うん。え、それで、いつ出会ったの、それは。りょうじ、ん、にあの、ビヨンドの時に初めて会ったんですよ。あ、フルマラソンの時か。はい、フルマラソンの時。おお、はじさくんね。そう、走る前に会って、おどんな話したんだよ。初めましてって言ってて、おお、実はワンピースカードゲームをね、おー、ふざくんがやってるっていうのを聞いてて、おお、やってますよ。うん、で、その話になって、今度一緒にやりましょうとかいろいろ話してたら、おう、もう波長が合う合う。波長が合う合うってなんだよ。波長が合う合う。が合いすぎて、合いすぎるんだ、自分かと思った。すごい。いや、うん、それね、この前僕も西村駅伝っていうイベントがありまして、はい、あの西村奈々子さん、竹石直人君、はい、そして立沢良二君と僕で、はい、こうイベントやったわけですよ、うん、でイベントまあ結構盛り上がった、はい、会場にね来てくださった、ね、方もいるとは思うんですけれども、うん、会場に来てくださって、まあ、盛り上がりましたと、はい、で、終わった後、一緒にご飯行ったのね、うん、で、竹石くんと僕と立沢くんで、なんか立沢くんのお好み焼きをこう、うん、バーって食べて、うん、あ、美味しいなとか言いながら、うん、じゃあこの後どうするってなった時に、うん、立沢くんからカードショップ見に行くみたいなカードショップ行くみたいな話。カードショップはそれ何、竹石くんいるの、うん、竹石くん、竹石くんは、うん、あ、ごめんよ、僕ちょっと、うん、あのこの後用事あるからみたいな、うん、それはカードショップ行くってなったから帰るわって言ったのか、から、いやなってから用事あるわって言ってたから、ってことあんまり行きたくない。いや、わかんないけど、あ、竹石くんはじゃ合わないな。いや、竹石くんはやってないから、うん、だけど、まあそう言ってて、じゃあ竹さんが一緒に行こうっつって、うん、カードショップ3軒巡りました。あの渋谷の方のね、1日3軒回る。めちゃめちゃ詳しかった、うん、ガチ勢ガチ勢。そう、ガチ勢。カードの値段が低いところのカードショップに行く。そうそうそう、趣味です趣味。そう、値段がね、その、うん、分かれてるんですよね、はい、そこを安いとこ、3つ見た中で一番安いところに最終的に行くみたいなやつもやってますけど、さすがですね。多分ね、竹と一番合うと思うよ。本当？うん、この話だっけ、この前郡山ニューイヤー駅伝、はい、で竹行って、その動画多分見てくださった方いると思うんですけど、うん、その日がその西村駅伝、うん、で僕が行けなかったから竹がね郡山ニューイヤー駅伝あったけど、はい、その前日に実は僕と撮影者と、うん、あの田上くん、うん、
3人であのゴルフ行こうって約束したね。そうゴルフ行こうって約束して、うん、まあ、ゴルフ、はい、僕回ったんですよ、うん、まあ、このチャンネルにもゴルフの動画ね投稿したりぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、はい、ゴルフ行きましたと、はい、で竹はあの待ってますと、はい、ゴルフ行かずに、うん、待ってます。でもゴルフって意外と時間長くて6時間ぐらい。そうね、長いよね。こう9ホールやってご飯食べてまた9ホールやるから、うん、結構長いんですよ。長いね。で竹待ってますっつって、うん、で何してんのかなと思って竹に連絡してみたんですよ、うん、竹今何してんのみたいな、はい、なんか初めてのこれ福島だからなんか福島テンション爆上がり。そうテンション爆上がり。なんかね、うん、観光とか、はい、で喜多方ラーメンと か、うん、なんか旅行ってんのかなと思って連絡したら、あのカードショップいるよみたいなどういうことみたいな。福島のね、福島のカードショップ来たんかい、うん、みたいな、はい、郡山駅のね6階にあるカードショップ、うん、知らんけどそこ詳しすぎだろ、うん、入りました。しかも、うん、カードショップで それも立沢君と一緒なんで、カード、はい、カードの話ばっかりいい。いやいや、あのこれも立沢君と似てるところで、はい、あの竹、うん、やる相手がまあ僕ぐらいしかいないんですよ、うん、だから人の分までなんかお金出して買うんですよねだからジョア買ってきたよみたいな感じでカード僕の分まで買ってくるんですよ、はい。立沢くんもやる相手いないからカードをクズさんとかリクトくんの分まで買ってやりましょうみたいな一緒じゃん。それ一緒なのよマジで一緒一緒じゃん。ほんとだから今度立沢くんが、うん、その竹の話したのよ、うん、竹多分会うよみたいな、うん、したら今度泊まり来ていいよみたいな早くね、うん、マジで初遊びで家を邪魔していいの。そうでもでもだよ、うん、あの立沢くんだよあの立沢くん6区間新記録保持者のあの立沢くんだよ。立沢くんね、うん、日本選手権優勝の日本選手権優勝の立沢くんと一緒にワンピースカードゲームできると思ってた、うん、思ってなかったそんな世界戦にあると思ってた、うん、日本選手権優勝の立沢くんワンピースカードやんないと思ってやんないと思ってたよね、うん、もっと忙しいと思ってた、いやでしょ、うん、でもまあ練習はちゃんとやるけど、うん、まあ、趣味の時間をそれに使ってるみたいなね、うん、感じなんで今度ね、立沢くん家行ったらぜひ皆さん見ていただけたらなというふうに思います、はい、配信します配信。いや配信ねライブでうん見ていただけたらなと思います。はい、いやでもね、まあ、竹じゃあ立沢くんに会ったということで嬉しかったと思うんですけど、僕ももう一個嬉しかったことがありまして、はい、まあ、年末の話なんだけどこれ、うん、年末に僕はソナーポケットのアイローさんにこうお会いして、うん、一緒になんか走ろうみたいな、うん、まあ、結構たくさんの方が来てなんか皇居の周り走ろうみたいなやつあったんですけど、はい、まあ、僕一回アイローさんのラジオ出させてもらったんですよ、はい、でラジオ出させてもらってそこからまあつながりが増えて、うん、まあ、今回2回目まあまあちょくちょく会うことあったけど、まあ、あのちゃんと会うのは2回目と、はい、いうことなんですけど、アイローさんめちゃくちゃ優しくて、うん、でなんかもうかっこいいなと思って、うん、やっぱアイローさんに会ったから、うん、ね、あの帰り際とかさ、うん、ソナーポケットのね、ね曲とか聴くじゃん、うん、で、アイローさんボーカルだから歌ってるわけよ、うん、いや、うまいなと思いながら、うん、で、僕もね、最近カラオケ行ったわけですよ、はい、ちょっとね、カラオケ、まあ、久しぶりに行こうと思って、はい、歌ったら、やっぱね、あの90点とか、うん、出ないわけですよ、まあね、最高で89点だったんだけど、え、すごくない？すごいじゃん。いや、90いかないとやっぱさ、うん、ダメじゃん。え、89点？89点結構でも上手い方じゃない？いや、それで僕的には結構昔から、うん、あの歌が下手なのが、うん、ちょっとコンプレックスというか、あるんだ。なんかちょっと、うん、歌上手い人でありたかったなみたいな、なるほどね、ことを思ってたんですよ、うん、だけど、やっぱり昔からね、うん、なんか才能なのかわかんないけど、うん、あんまり才能がないと、はい、いうことで、うん、いやアイロンさんもかっこいいしなみたいな、うん、でもどうしても歌うまくなりたいし、うんうん、どうすればいいんだろうなって考えた時に、うん、1個いい案思いついたんですよ。なんかある？いい案思いついて、はい、歌うまくなりたいんだけど、うん、歌っても下手だと、はい、じゃあどうすればいいか、うん、自分で歌を作ればいいんじゃないかなと思ったんですよ、うん、発想がやっぱりね、発想が特別な。これめっちゃよくない？うん、だって他の人みんなの歌を歌うからさ、うん、音が外れたりさ、うん、下手になっちゃうわけよ。そうね、比べないといけないから、ね、そうだけど、うん、自分の歌だったら別に外すとかないわけよ。確かに自分の歌だからね。そう、自分の歌だからないじゃん、そんな自由に歌っていいもん、ね、自由に歌っていいじゃん、うん、だからで、ダウンタウンの浜田さんとかも、うん、チキンライスっていう歌ライス、ねね、歌ってますけど別に浜田さんは上手いわけではないじゃん、まあ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 、でもまあめっちゃいい曲なんだけど上手いわけではないけど、うんね、ちゃんと曲として成立してんじゃん、うん、自分で歌を作っちゃえばいいんだよ。確かに。おお、だからやろうよ。すごい、ね、ちょっと僕やりますマジで。ちょっとあのシングル作りたくて、あのシングル見たんですよ僕ネットで調べたら30分以内の曲で3曲以上、うん、あのあればシングルっていうあのアルバム、アルバムとかこういうのが、うん、ちゃんと完成するらしいんですよ。だから3曲まずは、うん、作りたいなと思うんですよね。作ってアルバム出して、いやもうそう、うん、ゆくゆくアルバムは7曲以上の30分以上なんだけど、うん、アルバムはね、はいはいはい、だけどまずはシングルから作りたいなと思うんで、なるほど、ちょっとマジで作ろうぜ。
刺されましたよね。俺もなんかやる。やろうぜマジで。なんかさ、でも作っちゃえばいいんだもんね。そう、作ってさ、うん、それをなんか俺は元気を与えるような曲を作りたいの。なるほど。そう、だからタキにもさ、ちょっと協力してくんない？なんか、うん、なんかさ、いい歌詞？そう、なんか歌詞とか、うん、結構なんか踏み込みたいなみたいな、自分の意見だけじゃなくて、なんか元気出る、勇気出るような、あー、言葉をフレーズをね、そう、背中を押してくれるようなね、走る時に、うん、なんかいい歌詞とかあんの？なんか言っとくか。ちょっとタキ教えてくれ。俺好きなのがね、希望の光。希望の光なんか臭くね、なんか希望の光。希望の光じゃない？あー、希望の光か。逆になんかある？あー、ハイテンションでいこう。ハイテンションでいこう。ああ、だからカタカナ入れてこう。カタカナ、そうそう、そういう系、ね、入れていきたいね。もう一個ないなんか。ああ、難しいな。なんかもう一個なんかあったらいいけどね。光の五風拳。光の五風拳の前。光の五風拳。遊戯王のカードの名前じゃねえかよ。光の五風拳いける。しかも光多くねなんか。パターン攻撃禁止。その希望の光と光の五風拳。光多くねなんか。じゃあ光の歌ね。光の歌。はい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 。希望の光が見えてきた、はい、希望の光に突き進めわっしょい、行くぞ行くぞ行くぞ、希望の光越えろ我らの栄光、光の五風拳。ちょっとあの歌作るの検討するちょっと歌、いやでも、いや、ちゃんと時間かけてやりたい。そうそう、そんな即興とかじゃなくてさ、即興とか厳しいよね。即興とかじゃなくて、ちゃんと、ね、ちゃんと練ってやりたいのよ。やっときたいね。はい、だから、あの発売した時には、ぜひ皆さん購入していただけたら嬉しいんですけど、はい、多分発売しても今のせいで、今のせいで誰も買わないでしょ。誰も買わない。今のせいでいやー、でも僕はもう、やります。やりますね。スイさんにもこうギターもらったしね。確かに。うん、見ました。だからアイドンとスイに協力してもらって、うん、いや呼び捨てで言うだろ。めちゃくちゃすごい人だぞ。アイドンとスイ、いや呼び捨てヨシキだけでいいからさ。普通のもうめちゃくちゃすごい人だから。ヨシキでもさ、なんか歌うもそうだね。ヨシキさんはどうなんだろうね、うん、あ、じゃあ今度カラオケ行ってみようか。あ、でも行ったことあるけど、うん、普通だったね。普通だった。行けるよ、行けるよ。TKD さんはなんかめっちゃね、あの渋い曲歌った。あー、確かにね、渋め。渋そうな歌歌いそうだね、TKD さんは。いやだけどね、よかったね。うーん、だからじゃあいいじゃん、みんなでユニット組んでね。いや、でも一人で歌いたい。あー、一人で歌いたい。一人がいいんだ。比べられちゃうから。あの周りのやつと比べちゃう。下手なのバレちゃうから。タムちゃんの時だけみんななんかテンション低くなって、他の人が歌う時にテンション急に上げる、上がるみたいな、ね。いや、もう他もいらないの。一人がいた。一人がいたね。やっぱり。ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。思います。一個ちょっと言いたいのがあって、うん、これ多分この動画見てると思うんですけど、はい、この前のタムタケトークね、新年一発目のタムタケトーク載せたじゃないですか、うん、でタケがこのレッドブルのちょっと落としちゃって、うん、ここ穴開いてシューってなんか出ちゃってみたいな、ね、で公園で撮ったやつあったじゃないですか、うん、実はあれを撮ってる周りになんか子供たちいたんですよね。うん、そういたんだよね。でタケが、まあ、結構その子供たちをちょっと気にしちゃって、うん、まあ、あんま喋れなかったりとか、まあ、喋ってたけど、うん、まあ、ちょっと気にしちゃってたんですよね、うん、で、まあ、撮影終わりましたと、うん、じゃあ片付けして帰ろうかなってなった時に、うん、え、タムジョーさんですかみたいな感じ言われたの、うん、言ってくれたんだよね。そう、言ってくれて子供たちね、うん、知ってんのみたいな感じ言ったら、うん、はい、見てますみたいな、うん、写真撮ってくださいみたいな感じで、うん、あれ5人ぐらいいたよね。いたよ、4、5人いたよね。そう、4、5人いて、うん、写真撮ってくださいみたいに言われて、うん、で、写真撮ろうっつって写真撮って、うん、で、ありがとう、じゃあこれからも見てねみたいな、うん、なったけど、なんか、あの人たちってさ、何部って聞いたらさ、テニス部ですみたいな。そう、陸上部いなかったね。陸上部いないのに、うん、テニス部ですみたいな感じ言ってて、うん、あ、そうね、テニス部なんだみたいな、うん、え、なのに知ってくれてんだみたいな、うん、はい、知ってますみたいな言ってて、なんで知ってんだろうね。なんで知ってんだろう、うん、え、テニス部でさ、見ることってある？僕らの動画ないから。うん、でも、あ、地元だったじゃん。まあ地元だけどさ、地元で別にそんな、まあ有名か。地元でだから多分新聞に載ってんのよ、学校の。ああ、学校新聞に。あ、でもあれか、前柏の葉クリスマス駅伝をやった時に、うん、各学校にチラシ配って、うん、そこにタムジョーみたいに載ってたから、そういうのもあるかもね。それで知ってくれたのかもね。学校にチラシ配ったもんね、うん、あ、それもあるわ。いやでも結構ね、うん、知ってくれてる人地元に行ってさ、ね、嬉しいね。確かに。え、だけど地元でさ、指名手配されてんのかな。指名手配されてねえよ、別に悪いことしねえじゃん。黒いこうやってられて、いや、指名手配のやつ見つけたら100万、200万のやつ。いや、やだわ俺、そなんで指名手配になってんだよ。え、タケないの、なんかそういうさ、まあ、うん、1年ぐらいもうやってんじゃん。で、うん、ビヨンドとかでも感動の嵐を巻き起こしたあのタケ感動の嵐を巻き起こしたタケが、うん、なんかなかった、僕がいない時とか話しかけると
この前はね、薬局で、え、あった？薬局の店員さんが話しかけてくれたんですよ。マジで？え、知ってたの？もしかしてタムジョーさんの親友役のタケさん？親友役ですかって。親友役ですかって言われて、でこの服で気づいてもらったんですよ。あ、この服？そう。誕生日であげたね。はい、で自分これタムジョーにもらった日から毎日着てるんですけど。いや毎日着てんだ。毎日着てるからめちゃくちゃ汚れちゃって。大丈夫か？着るかと思って。捨てんなよ。捨てんじゃねえよ。だからこの服で意外と気づいてくれて。あ、この服見てくれてたんだ。本当に見てる方はこの服に気づいて、そう、その方はそれで気づいてくれたんですか。じゃあタムジョーさん親友役のタケさんですかみたいに言われて、えーって思ってこの服に気づきましたみたいな。いやでも嬉しいね。めっちゃ嬉しかったですね。タケもじゃあ話しかけられるような感じで有名になってんじゃん。やばいよ、俺もう有名だよ。いやもう本当悪いことできないからね、タケ。本当だよね。マジで。ちょっとこのあたりありすぎて。うわ、ありすぎるってなんだよ。最後まじゃん。ありすぎるよ。ありすぎて、ちょっといろいろと今ね、あの、何も、あの、警察沙汰にならないように、いろいろと、あの、丸め込めてます。どうやってやってんの？いや、俺、心配になってきたわ。じゃあ、今日からもうそういうのやめようか。今日からしっかり。今日からもうしっかり。警察沙汰にならないように。警察沙汰相当だぞ、お前。なんか、相当悪いこと。薬物かなんか持ってんのか、なんか。相当悪いことしてるね、それはね。そう、だから、まあ、今日からじゃあ、クリーンに行きましょうと。今日から今まで。やってたみたいになるけど、いや今までやってたみたいな、まあやってないですからね、皆さん冗談ですよ、これはね。いや、わかんないですよ。いや、わかんねえから、まだ追い詰めんの。いや、ということで違いますよ。今日の回は、新年一発目の視聴者さんの質問に答えていくコーナーですよ。皆さんの質問が溜まってる。そうなん、前回は、まあ久しぶりだったからね、全部ぶっ通しましたけども、今日は質問がこう来てるぞということで、じゃあ答えていきましょうね。答えていきましょう。はい、答えていき、一つ目いきましょうね。ペンネーム、カラクリコーフさん。カラクリコーフさん、質問なんですけれども、お二人は箱根駅伝で走るとしたら何個走りたいでしょうかという質問です。まあ、あのリアルタイムでね、箱根ありましたから、箱根見て、まあね、ちょっとタムジョーさんたちは何区ですかみたいなことかなと、そう思うんですけれども、タケちなみに何区ですか。ちなみに僕はですね、この前その郡山ニューイヤー駅伝福島に行って出たんですけど、出ましたね。1区を走ったんですよ。1区走ってみてと思ったのが、まあ、2キロしか走ってないんですけど、やっぱりね、1区がね、僕好きなんですよね。1区がいいの？1区が好きなんですよ。なんで1区がいいの？なんでかって言いますと、1位との距離が分かるじゃないですか。あー、まあトラック競技みたいなのもあるもんね、1区だけはね。そうそうそう、あるし、まあ距離もあるかもしれないけど、やっぱり1区でね、その用意どんでスタートして誰が勝ったかっていうのすごい分かりやすくないですか。まあまあそうだね。1区で1位でもし帰ったとしたらめっちゃ気持ちよくないですか。まあでも他の区間だったら、まあ確かに1区1位で帰ってきたら嬉しいよ、そりゃ。そうそうそう。でも1区で例えばビリで帰ってきたらどうするんですか。それは1区ビリで、それは考えられない。考えられない。それ考えられない。考えられない。自分はもっと上の順位でいけるのか。ビリがない、絶対に。かなり自信ありますね。だから2区3区ってなっていくにつれて、前との距離も分かんないし、自分がどんぐらい出したら区間賞を取れるかとかも分かんないじゃないですか。とにかく自分で2区出すと思うんですけど、やっぱ1区で用意どんどんスタートするのが自分は好きだなっていうふうに思いましたね。じゃあ箱根駅伝では1区走ると。1区走りたい。とにかく1区で用意どんどんスタートするのが僕は好きっていうことですね。ああ、じゃあ順位が明確に分かるからいいなみたいな。勝ったかどうかがすぐ分かるっていうのが僕は好きです。八幡家はもうすぐに知りたい。すぐに知りたい。すぐ知りたい。別に一生知らなくてもいいけどね。この前の郡山ニューイヤー駅伝は1区3番3番3番中学生の中で、中学生の中で3番でしたかね。1、2の子結構早かった。まあ1区はいいよね、かっこいいよね。でしょ。ちなみにタムジョーは、僕はね逆です。何区？アンカーだ。アンカー？ジック。アンカー危ないよ。いやー、ジックじゃないと、あのヒヤヒヤ感味わえないじゃん。あのヒヤヒヤ感を。タムジョーはジックに絶対置きません。いや、僕を置かないと逆に盛り上がんないの、会場が。あー、なるほどね。ね、まあ中学時代僕とタケでね、こう、タケが3区で、僕がアンカーで、まあこれ何回も話したかもしれないですけど、関東駅伝進出が決まってる。決まってる。ね、かかってる。かかってる、県駅伝ですよ。県駅伝4番までに入らないといけないね。そうですよ。大会がありまして、ね、
タケが3区で1位で持ってきまして、おおってなりまして、はいはいはい、で4区5区で抜かれちゃったけど2位で、うん、僕の手元に来まして、来ました、アンカー行きましたと、はい、ねえ、まあ2位だし、うん、関東決まったんじゃねと思いますよね。って僕走ってます。うん、まず1人抜かれ、はい、3位ね。で3キロ区間ね、はい、で次でラスト1キロ、はい、1人抜かれ4位だよ、もう4位、あと1人抜かれたら、あと1人抜かれたら関東駅に行けない、行けない行けない、ええってなるじゃん、はい、で、うん、後ろラスト500とかで、うん、競技場入ってくんだけど、はい、後ろ見ましたと、はい、見えるの5位がいます、5位いますいる、5位いまして、はい、やばいってなるじゃん、はい、でこう走るんだけど、うん、やっぱその時僕あんま力なかったから、はい、あんまりスピード出ないの。そうだよね、ラストパーできないよね。そう、でトラック入ってきて、うん、残り300、はい、残り300、300、足音ちょっと聞こえてきます後ろからの、後ろからの気遣いと足音が、そうで、その時にも、うん、タケとか他のチームメイトとか、はい、じゃあ行け行け行けみたいな、ってね、関東行けるぞみたいな、頼むっつって、だって、うん、去年一昨年は5位で行けなかったでしょ。そう、5位で行けなかった関東行け、関東行け、で今年行けるかなと思うのに後ろいんのよ、はい、でラスト100、頼むじゃん、ラスト100、うん、やーばーっつって、後ろ見て、後ろがもう見えてる、見えてる、見えてる、うん、ラストなんとか抜かれずにゴールしたら横ゴールって、結果見たら1秒差、1秒差ね、このハラハラは僕しかできないでしょ、僕しかできない、多分僕しかできないのよ。そのヒヤヒヤをもう一度味わいたいと思う君はアホです。いやいやいや、あれで抜かれてたら今の僕はないんですけど、はい、でもあの10区がやっぱ伝説の、僕はねやっぱ過去で一番の10区だったと思うんですよ。それで普通に通ったらさ、やっぱ関東だ、だけど、確かにね、あれで1秒差で勝ったら、うん、みんなもう泣くぐらい喜んだじゃん。あのハラハラなかったら、お前よしみたいな感じだけどもね。そう、だから、それをね、やれるのは、うん、多分僕しかいないですよ。あえてそれをやっていくんだね、やっぱ。そうそうそう、そういうのを見てる人を楽しませるような人にならないとダメじゃん、やっぱり。たまたまでしょ、たまたま全力で走ったらそうなったんだけど、まあ、たまたまなんだけどね。だから、まあ、確かにね、まあ、アンカー好きそうだね、やっぱり。最後ゴール決めてさ、よっしゃーっつって、はいっつってやりたいじゃん。確かに確かに。はい、だからまあアンカーでございますと、うんうん、いうことですね。ちょっと長くなりましたからね。自分箱根駅伝、はい、なんで見ないかっていうのをちょっと話してもいいですか。ああ、いいっすいいっすよ。なんで見ないかっていうと、差がつきすぎないですか、あれも。箱根駅伝、箱根駅伝、いや、あのね、最近はレベル高くなってきて、うん、今回はまあ駒澤こう優勝したけど、うん、最後まで分かんなかったんだよ、本当に。まあ、そっかそっか。抜かれる可能性もあったし、うん、ちょっとブレーキしちゃったら、うん、追いつかれる可能性もあったし、うんうんうん、シード圏内だってさ、うん、シード圏も12位とかまでの大学とかが可能性あったわけよ。うんうん、だから分かんなかったんだよ。まあ、そっかそっかそっか。そう、だから、まあ、圧倒的に強いとこ、うん、時は、うん、ね、東洋とか、早稲田とか、青学とかの時は、なんかまあ、圧倒的に差をつけて勝つっていうのは昔あったけど、うん、もう今、全員強いのよ。確かにね、もう、戦国駅伝で、ね、全員強くなってるから、うん、もう意外と接戦なのか。接戦、今回は。うん、 あれか、ちょっと差がつきすぎてちょっと面白くないんじゃないかなみたいな。そうなんですよ、もうで、うん、シード権争いがめっちゃ激しかった時とかは、うん、めっちゃ面白いなと思ったんですけど、確かにね、シード権争いと1位の争いが、うん、もう差がつきすぎてる時は僕はあんま見ないんですよ。でも今回は見てないんでしょ。今回見なかった。今回見てねえで、今回めっちゃ面白かった、めっちゃ面白かったね、今回。今回めちゃくちゃ面白かった。うん、本当に。そう、だから見返してください。もう一回見ます。じゃあ来年は見る約束して。来年は見る。だって来年第100回だよ。あ、で来年の第100回の大学にお願いします。うん、接戦でお願いします。いやいやいや、あれシナリオねえよ、別に。お願いします。ドラマじゃねえんだからさ。演出で。演出すんな。演出で。だって第100回なのに。接戦で頼みますよ。いや、接戦になるぐらい、多分面白くなるから。なるからね。第100回だよ、だって。めちゃくちゃ楽しみ。そうだよ、だからね。100回大会はね、皆さんで盛り上がりましょうと。タケも見てね、絶対。絶対見る。はい、見ましょうということですね。はい、めちゃず。はい、じゃあ2つ目いきます。はい、行きましょう。ペンネーム、上川屋さんっていう。なんかのお店なのかな、上川屋さんは。ひらがなで書いてありますけども、うん、質問です。タケさんとタムジョーさん、中学時代どっちが勉強できましたかという質問でございますが。やばいですよ、それ。いや、当たり前すぎる。じゃあ、自分だと思う人は手を挙げよう。せーの。おい、違う違う、おかしいじゃん。あ、じゃあなんで勉強にその自信持っておられる。いや、マジで勉強、あれでしょ、何、通知表ってこと。そのなんか中学時代の通知表。あ、じゃあ通知表でもいいよ。通知表どっちが勝ってるかね、うん、じゃあ勝ってる、勝ってたら手あげる、うん、負けてたら手下げる、うん、じゃあまずは数学。じゃあ数学からいきましょう。数学、せーの。なんでだから上がんない。
理数系超得意。俺とタムジョーでしょ。いやマジで数学ほんと得意。マジ得意。じゃあ、うん、国語。じゃあじゃんけんできます。あ、まあいい。国語ね。国語ね。せーの。だからおかしいじゃん。全部あげるでしょ。いやマジで全部あげんの。自信あるってこと？国語得意なのになんで仮面20何回落ちるの？え、仮面はだってあれまた別のジャンルじゃん。あれ国語じゃないでしょ。国語じゃない。あれ文章読めない。あれ暗記力でしょ。だってあれ。いや違うよ、文章が読めない。じゃあこれ自信あるの言って。道徳よ、せーの。なんで道徳は僕ない。道徳ない。やばいやつじゃん。道徳だけ発表すな。道徳発表すな。道徳は負けました。負けんな。勝ってくれ。これは道徳は負けました。これは意地でも勝ってくれ。道徳はあのね、世界で一番低い。道徳はないって公言するやついねえぞ、なかなか。道徳は低い。道徳やばい、これ犯罪者呼び行くんだって。ちょっとワンチャンこれ最初にも話したけど、なんかいくつかやってんなこれ。いくつかいくつかあるでしょ。有名になってきたから。有名になってきたから道徳つけたいね。道徳さすがに1から2に上げよう。中学の道徳の授業にも参加してくる。参加した方がいい。参加してくる。道徳だけはあってほしかったわ。道徳は下げたのよ。じゃあ逆になんか自信あるやつ。自信あるやつね。社会だ。社会。あ、社会ね。社会僕自信ある。せーの。だから、いやいやいや、社会はマジで歴史上の人物超好き。じゃあ歴史上の人物しりとりやってみない？あ、いやいやいや、じゃあいくよ。理科だね。はい、理科だ。理、あ、じゃあ何でもいいよ。あ、じゃあ明智光秀で、いや、ではないでしょ。では、早いね。では、違う、ではないだろ。じゃあいいよ、じゃあ佐々木いいよ。いくよ。卑弥呼。子はないでしょ。いや、あるでしょ。子はない、子ない、子ない。子が古墳。社会負けたわ。社会負けた。余裕勝ち。もう一個得意なのある。何？音楽。音楽。音楽。せーの。おかしいじゃん。お前おかしいや。音楽は先生に気に入られた方が勝ちじゃん。うん。超気になる。俺めっちゃ気になった。いや、俺音楽は。キューちゃんめっちゃね褒めてくれたもん。小川隆起の。本名言うな。キューちゃんっていうな。キューちゃんだろ。いや、音楽は俺多分ね5か4だったよ。だっていや俺も4。え、マジで？え、じゃあさ音楽4ってことはさ歌とか結構作れんじゃね？確かに。え、俺4ぐらい。4か5。4か5。俺歌作れるかも。え、やばいね。皆さんここで繋がりました。音楽の通知表4ってやばくね。うん。5段階中4でしょ。5段階中4。歌手になるって言われてるもんだよね。ちょっと皆さん、やばいね。マジでこれシングルいける。やばいやばいやばい。これシングルいける。なんか歌なんかどんどん湧き出てくる。え、マジでやばい。希望の光以外に希望の光どんどん浮かんでくる。え、マジでいけるわ。やばいね。え、これちょっとマジで皆さん曲楽しみにしていただけたらと思います。やばい。もう多分予約殺到だよこれ。そうだね。予約がもう来てもう回んない。早く予約しないと。先行予約。先行予約しないと本当に。しかも先行予約も抽選なんで、外れた人は抽選外れた人はもう買えません。人気すぎるってこと。そうそう。じゃあコメント欄に買うよって人は買うってやってください。で買わないよって人は買わないよってやってください。そんな人いる？いや、通知表4でしょ。44でしょ。44だから相当いいのが出来上がるということで。やばい、1個思いついた。光の結晶。光の結晶。なんか古くせえな、なんか光の結晶はあんまりいねえぞ。土を言わないから。土を光の結晶を思い出した。やばい。道徳1、道徳1。この歌詞は道徳1だわ。道徳1だね、これね。ということで、いや、この話盛り上がりすぎてもう時間来ちゃったよ。来ちゃったね。今日2個しか答えられてないよ。通知表の平均を言おう。じゃあ平均、最後平均ね。これでもう勝ち負け決まります。平均何？え、1から5ってこと？1から5。うん。平均ね。うん。せーの、さーの、せーの、せーで、4負けてんじゃん。いやいやいや、今ずるい。なんか答え、なんかせーの、せーではおかしい。せーの、なんとかじゃん。じゃあもう一回いこう。うん。せーの、せーで、だから。せーでつけろよ。せーでね、じゃあ。うん、いや。せーの、せーで、5。いやいや、5。おかしいじゃん。4増やすな。いやいや、4だったらなんでこれ。いや、俺5。本当は5。なんで過去の成績今増やせんねん、お前は。本当は5なの。なんで増やんねん、お前は。本当は5っつってさ、音楽なんで4なの、俺。平均5になんないだろ、お前。バカやろ、お前。まあ、ね。ということで、勉強の方は僕の勝ちです。5ということでね。はい。はい、ということで。僕の勝ちでした。いただけたらと思います。はい、こういう感じでね、楽しいトークを、毎週広げて、繰り広げていきますので、はい、ぜひ皆さん、コメント欄にね、コメント欄に質問の方、募集しておりますので、ぜひ、コメントなどね、質問などお願いいたします。シングルの方も、先行予約販売して。いや、それまで
ちょっと書いてないんですけど、ね、買う買わないだけね、買う買わないのコメントだけはぜひね、うん、お願いいたします、はい、ということで、じゃあねまた次回のたむたけトーク、うん、絶対次あげるから、はい、面白いトークはね、はい、たくさんの質問お願いします、ね、ということでまた次回お会いしましょう。お疲れ様でーす、バイ、はい。